なしって言ってね。TikTok でいいけど。あとは、この間クロップは新加入の選手すぐ使わないって話していましたが、チアゴに関してはバイエルンとずっと戦ってたから使いたいと思って加入直後を使ったんですかね。あれに関してはあれじゃないですかね。チェルシーの状況が10人になって両サイド揺さぶれる選手で、1人少ない状況だと相手のカウンターの脅威も弱まるから、ね、チアゴの序列は低いじゃないですか。スタメンじゃないんで。なんですけど、あそこで使っていい結果出してくれたら、自然と選手の中で序列上がるから、今後のマネジメント楽になるな、みたいなのもあったのかなと思いますね。3バックはどうなんでしょうね。まだ親善試合途中で、スペインとやりますよね。対戦チームから日本代表を見たとき、警戒対策されそうな選手いますか？対戦チーム側からってことですかね。それで言うとあれじゃないですかね。田中碧じゃないですか。田中碧がフリーになれてるかどうかって大きいですよね。遠藤もビルドアップできるんですけど、田中碧ほど臨機応変じゃないっていうか、プレイキャンセル力が高くないんで。冨安移籍したアタランタにオリンピック招集拒否されそうですね。ただでさえ戦術複雑ですから。ああ、その権利あるのかな。久保優也もあったよね。ヤングボーイズ。田川地味に外されてましたね。そうそう。だからね、サイドとトップ両方できて、前田よりももうちょっと上田に近い役割もできるじゃないですか。ポストプレーでっていう。っていうところで言うと、もしかしたら田川の可能性はあるかなと思って議論してたんですけど。あとは、久保と堂安があんなにうまく噛み合った理由って何だと思いますか？コパの時はうまくいってなかったように思うのですか？あれ？コパって堂安いたっけ？いたか？でも別に噛み合ってなかったって感じはしないですけどね。普通にコパの時に関しては上田がオフザボールで作ったところに飛び込める系の選手がいなかったりとか、うん、あとは普通にあれですよね。守備の時間帯が長くなる中で、三好とか運動量落ちた選手変えなかったりとか、そこじゃない部分が気になってましたけどね。普通に久保堂安ってどっちも共有力高い選手なんで、ポジションさえ間違わないで使ってあげたら、ね、こういう風になるかなと思いますけどね。